はい、どうもこんにちは。一年で一番寒い時期なんですけど、うちのアガベはですね、元気に育ってます。特にハウスインアハウス、去年秋から冬にかけてですね、家の中にハウスを作りました。あと群馬にもね、ガチのリアルなハウスあるんですけど、あっちはですね、結構寒さで死んでってるのが出てますね。もう仕方ないですね。はい。もう朝方マイナスになりますんでね。アガベは暖かいところが好きなもんですから、仕方ないかなと。ただ家の中の、アガベは比較的元気に育っておりますので、ちょっと確認も含めてですね、今日見ていきたいなと思ってます。待望のですね、家の中に作るハウス、ビニールハウスですね、が到着しました。それとあとライトですね、ライトも10灯用意してありますので、これから組んでいきたいと思います。とりあえずですね、先ほど届いたハウスを組み立てております。骨組みまで行きました。で、ここからですね、今まで使ってた、まあイレクターパイプを使ったこのライトレール2組10灯ですね、これをばらして、ライトレールをですね、直接この骨組みにくくりつけていこうかなと思います。まあ今ここにあるのはライトレール2本ですけど、まあそこにも1個転がってます。ライトレールがあと2本、4本ですね。どちらかというと多分こう左右から包み込むような感じでライトを当てられるように設置したいなと思います。はい、ということで全20棟ですね。とりあえずハウス建築終わりました。こんな感じですね。ほんとこんな感じですね。ライトレールは西ロックをたすき掛けでかけてあります。まだビニールかけてないです。ちょっと点灯式やって、点灯するかどうかですね。GoPro ちゃんはここら辺から行くかな、こうかな。スイッチボットなので、スイッチボットでちょっとプラグを入れてみましょうかね。プラグ。よいしょ。はい。プラグミニ。おー、ついた。さあ、全部ついてますでしょうか。ついてる感じですかね。はい。ちょっと消してしまう。で、今、リビングテーブルっていうのが、ここの温度計なんですけど、26.5。いつもだと30度ぐらいになるんで、まあ、これにビニールかけてライトをつけたらそれぐらい、ビニールかけてライト、これ今床暖が入ってるんですよね。床暖を入れっぱなんで、30度超えてくれるような気がするんですが、ちょっとやってみたいと思います。はい。ビニールかけてみました。ライトオン。まあ、一気につきましたね。まあ、ここで何度に上がるか。今ね、この手前の空きスペースのところは、まあ、未消の、まあ、ポットなんですけど、それは今まだ外に出して、これ作るのね、あったら邪魔なんで、そんな塩梅です。これで温度が床暖と合わせて35度ぐらいになってくれたらいいなと思ってます。湿度がまあ 70% ぐらい。ただエボリスピナがいるんであんまり湿度が高いので、でこれね、このハウス一応この左側からこのチャックで開くようになってます。決して怪しい植物を育ててるわけではございません。アガベでございます。我が家のこれ越冬するためではなくて、冬でも夏と同じように育てたいということだけでございます。はい、こんな塩梅です。最終的にはこんな形になりました。まあ床暖と照明の多分熱で今30度を超えてますね。湿度は 30% ぐらいしかないですけどね。これで唯一皆さんの思う風どうするのっていう、まあサーキュレーターをね、中にちっちゃいクリップ式の USB 電源のやつを2つぐらい入れようかなと。今まで使ってたね、この、まあ、扇風機ですね。扇風機サーキュレーターちょっと使ったんですけど、これはビニールハウスなので使えない、中には入らないということですね。はい。今作ってるハウスインハウスの最後のガジェット、仕掛け、サーキュレーターですね。ハウスの中に入れちゃうんですけど、
これヤマゼンの DC モーターのものですね。6900円だったっけな、1900円だったっけな、まあ、一応これの特徴は当然リモコンがまあついてますと。特徴って言っちゃいけないかもね。まあリモコンがついてるってことは、例のスイッチボットハブミニからこのリモコンの信号を記憶させて、信号を送って、例えば温度とか湿度とか一定、になったら動くとか止まるとかっていうことが制御できるようになります。型番はですね YARCD20E。 はい。で、動きの特徴はこれは360度、ぐるぐる回ってくれるので、まあハウスの中のど真ん中にですね、なんとかつけたいなと思ってまして、そのためにはこの裏側をですねよく観察して、今持ってる部材でなんとかつけたいなと。ちょっと重いんでね、インシュロックじゃダメだと思うんですよ。やっぱネジ止め、何かしらでネジ止めをするということを考えてます。さて、どうやってつけようか迷ってるんですけど、これこの間使ってたエレクターパイプですね。ちょっと K はね、今のハウスのパイプは細いんですけど、まあこの筒状になってるんで、このネジを外してうまいこと2個ですね、2箇所この部材を使ってうまく固定できないかなと。サーキュレーターは点ずりで逆さまにつけたいと思ってるので、今外してきた部材ですね、こんな感じでね。これね、ここがちょっと円になってると思うんですけど、これもね首振りの時にねここが回るらしいんですよ。ただ360度にするとここが回らずに下のこの首だけ振るという構造なんですが、80度回転しつつ360度回るっていうモードがあるみたいで、せっかくだったらそれも活かしたいなということで、ちょっとこれから取り付けてみます。この部材をどうつけるか、どの位置につけるかって悩んだんですけど、ここが赤外線の受光部で、スイッチボットのハブミニから飛んでくる赤外線を考えると、こういう感じでつけるのがいいのかなと思ってます。よいしょ、とりあえずつきました。まあ、電取りがなくて手回しドライバー電取りは群馬のハウスに持ってっちゃってるんで、手回しドライバーも持ってっちゃってて、プラスドライバーがなくて、この間車行って車載のを持ってきて使う始末ですわ。はい、これをつけてみます。はい、じゃあまずスイッチを入れる前にライトつけるか。はい、一気につきましたね。ちょっと暗くて見づらいから逆に。これでリモコンで、まあ後でこのリモコンをここに置いてあるんですけど、ハブミニに記憶させるんですが、はい、まずちょっと動かしてみます。振り終わったか。あ、いいっすね。いい感じで動いていくな。で、これ首振り360やると、はあ、はあははあ、なるほど。さあ、これでどれぐらい、あ、こっち来た。ああ、いいっすね。こんな感じで、ハウス内、ハウスはそろそろもうお金かけなくてもいいかなってところまでは一応仕上がった気がしますが、ちょっとビニールかけてもう一回テストしてみます。ビニールかけてみました。どんな感じで動いてるかというと、ちゃんと360度なんですかね。今回転、台座も見えますかね、台座も動いてるんですよね。これは80度動きつつ360度、どっちがいいんだろうな。普通の360度で十分なのかな。ここで80度手前に首振ってもらってもあんまり意味ない気もするんだけどね。まあでもね、まあハウスの中は狭いですから、
別に首振ったりしなくても空気循環してくれる気もするんですけど。あ、ちゃんとこっち側向きましたね。はい。あーね、手前向いてと。しかもめっちゃ静かっすね。いいっすね。まあ問題はですね、このハウスの問題はまだ作ったばっかで長期間の稼働実績がないので、35度ぐらいになりますからね。こういった LED とか、まあ、一番心配 LED がやっぱ熱でぶっ壊れることですね。で、次にやっぱこのサーキュレーターが壊れるとか、これもまあ心配といえば心配ですが、まあ、ひとまずこれで運用をしていきます。今日はですね、ハウス仲間のヒロさんの、チタノタケの株を持ち帰りました。ちょっと試しにね、うちのハウスに、ハウスインハウスに入れてみようかということでですね、持ってきましたので、これから。ちょっと場所ね、カメラに映る場所がいいな。カメラはそこなんで、カメラに映る場所がいいなと思っています。とりあえずですね、ここにあった未消を全部こっちにずらしたんで、ちょっと入れていこうかなと。おっと、入れています。これは、ヒメガンリュウかな。ヒメガンリュウですね。ちょっとライトの向きは最終的にいろいろ考えて調整をしますが、ここはあれが入ってんだよね。全部ハスじゃないんですよね。うん、ちょっとどんどん入れて、ここ大きいのから奥っぽくか、大きいのになるようにした方がいいよね。姫、姫、うん、これはモーダイナンバーワンかな。こいつが小島さん。ちょっとなんかあの隙間もったいないけどね。はい、これ。さて、次が、よいしょ、おてろい。おてろい様。次が、チタノタ。単なるブルーかな。ブラックアンドブルーかな。おい、あと2個入るかよ。てか、お前、このおてろい、お前あっち行け。これはこっちにずらして、なるべくこうで、お前がこうで、ちっこいやつでも日が当たんなきゃいけねえから、いや暑い暑い暑い、汗かいちゃう。あ、まあいいや。で、ブラック&ブルーと、ブラック&ブルーとホワイトアイス、火当たってりゃいいね、大体ね。あ、まあこのチタノタの実生をあっちに置いてもいいんだけどね。とりあえずね、とりあえず暫定処理で、もうちょっと余裕をかませれば、姫ガリュウで、奥に小島さん、よいしょよいしょ。で、ここにホワイトアイスだっけ、これ。よいしょ。で、あ、ホワイトアイスか。ホワイトアイス。はい。こんな感じですかね。いいね、もう、本当に。もう、ここにね、横たわってね、見るだけで、幸せな気分になりますよ。これが去年作った家の中のハウスですね。長さが 2.4 メーター。幅、高さともに90センチと。中の容積自体はそんなに多くないんで、床暖を焚いて、暖を取ってたんですけど、床暖必要ないことに気づきました。この20灯ある LED ライトだけでこの中の温度が30度まで上がるということがだんだん分かってきまして、床暖すらつけてませんと。一番手前はこれ未消ですね。未消化の、まあいろいろ混じってますけど、一部下のともありますね。こんな感じで元気に育ってます。まあいろいろ混じってますけど、これなんかえらい育っちゃってますよね。ちょっとびっくりですけどね。ここがですね、これがですね、オテロイなんですよ。これも秋になってから植えたオテロイですね。結構育ってます。こいつらは大きくなりすぎでしょうか。はい。それからですね、このチタノタ、ちょっとね、光が、の色が微妙で分かりづらいんですけど、後で写真かなんか載っけようかなと思ってますけど、これはハウスに入れても死ぬ直前でしたが、おいちゃんがこれ持って帰って、ハウスの中入れればということを
言ってくれて、今元気になりつつあると、回復基調であるというところですね。まあ2勝とか、これもこれは割と綺麗な、まあ、いろんな株が入ってますと。でこのエリアは僕のじゃなくて群馬のおいちゃんから預かった、比較的寒さに弱いであろう品種が入ってます。ちなみに温度は31度ありますね。はい、ここはですね、下の田の実生ですかね。はい、あとパリー言わずと知れた私の大好きなエボリスピナー。エボリスピナー結構あってですね、あっちにもありますね。これがオアハカですね。オアハカの下の田、よいしょ、エボリスピナー、ここにも3つほどあります。はい、あそのかい、まあ、これもブラック&ブルーですかね。アメリカ株ですね。でこれもですね、オアハカですかね。はい、でこっちもオアハカで、一番奥が多分僕が持ってる株の中で一番立派な株というような感じです。この辺はあの覇王竜とかですね、南海覇王竜とか、まあ、なんとかいうチタンとか入ってます。あとこの辺の手前はですね、割と小さめのですね、オミクロン株のチタノタとか、それからコリダ、が入ってます。これもオミクロン株、あ違う、メリクロン株ですね。この辺はコリダと、でこの辺はやっぱりチタノタ、それから未生のチタノタと。まあやっぱチタノタ率高いですね。こっちだからなんかちょっと色があんまり、緑の部分が真ん中の何パーセントかで結構少ないなっていう感じですけどね。はい、さてこれはポタトラのライジンちゃんですね。はい、まあまあ元気に育ってるかなという感じで、あ特にねこれなんだっけ、いてこれはフィリフィライシスメ、いてフィリフィライシスメンシスはですね、外出しておいたらもう本当ね死んだと思ってましたが、一回根っこを乾かして、まあ除菌して発根剤つけて土に入れ直したら見事に復活しましたね。はい、まあ、割とね僕が持ってる株はねあれですね、子株持ってるのは多くてですね、まあこのパリとか、まあ割と子株がいっぱいいます。こんな感じで元気に育ってます。こんな感じで比較的元気に育ってはいるんですけど、そうですね、今実質3ヶ月ぐらいですかね。はい、まだどのライトも壊れることなく、3ヶ月ぐらいで1個ぐらい壊れっかなと思ったんですけど、壊れてないですね。それからサーキュレーターも元気に動いてます。それからこのハウスの中に、まああんま意味ないんですけど、ハウスの中にもカメラがついてます。じゃん、あの角っこについてるやつですね。はい、カメラがついてまして、これですね、はい、一応遠隔地からでも様子が伺えるようになってます。ということで、ハウスインハウスの LED を使った、様子を動画にまとめてみました。まあ LED 使ってアガベとか植物育てている方はたくさんいると思うんですけど、20頭結構コストもかかりましたけどね、ここまで突っ込んで、まあ元気に育つということが分かってまいりました。ちなみにですね、電気代が肌感覚ですけど、20頭丸々1ヶ月炊いて多分3000円ぐらいだと思います。さすが LED って感じですね。1頭あたりにしたら本当に少ししか電気代がかからないと。しかも電気代上がってますからね、そういう環境の中では比較的なんて言うんですかね、環境に優しいというか、お財布に優しい仕組みじゃないかなと思います。まあ4月ぐらいまではですね、引き続きこの LED のハウスインハウスでアガベ育てていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。失礼します。